Hello， 各位朋友，大家好，我是大师。OK， 我们来玩许久没更新的阴阳师啊。好，我点一下，刚才那个签章我已经签了。好，然后送一下人家。你是还有没有玩啊？哦，这是我朋友。然后之前有一个观众，1月18号的时候，上礼拜。有个加我好友，然后感谢粉丝加好友拯救边缘人。好，先回我朋友。有啊、欸、就玩一次。 OK。 我送他东西了吗？送。好，探索新的，我们先探索看看。哦，这个我之前有去探索过第三章了，那先不先去别的。丁中好像还没去过。哦，白鬼夜行，好，我们先玩一下白鬼夜行吧。进入，选择鬼王可以获得双倍契约书。契约书碎片哦。哦，我压中哦。可是应该很难吧？抛洒符咒，有机成功捕捉到该四成的契约书。招式每次洒出豆子的数量。哦。很有几率一起扮演抛洒符咒。OK， 所以意思说，就是你想要那一个就压多一点呐、啊。要压哪一个？我觉得都很烂啊。鬼王哦，好这个啦 ，Go， 一条好。很难哦。冻结，冻结。冻结好累个哦。为什么？是没打到吗？还是本来就不好打？好，没豆子了。好难打哦。好，回去吧。哎，我朋友来了。为什么他在这里？怎么在聊天呢、啊？好像没办法。为什么他等？为什么他等级这么高？哦，因为我很少玩。可以组队吗？不理我，难过。不屌我，难过，想哭，难受，想哭。你为什么要这样对我呢？难受。好啦，不理我，我先走了。我怎么走？探索，哦，探索是那个，应该任务解除了吧？领奖，零零零零零零零都领。
御魂 ，OK。四神升级啊，这个我升级过了。OK。哎，樱花树，这个吗？いかなる時も。哎，不是不是不是。樱花树可以干嘛？いかなる時も。切换外观。いかなる時も。世が平穏であればいい。哦，我没有外观啊。刚刚说樱花树可以干嘛？根本看仔细。啊，这个。哦，回忆啊，回忆回忆。おい、生命。阿部の生命はいるか？クロム城。もう少し落ち着いてください。いやいや。あなた方はあの世への案内人の。確か白無常と黒無常。おうよ、先日は世話になったな。実はまた生命殿に頼みたいことがあって、こうやってやってきたのです。なんだ、また鬼絡みなのか？もちろんだ、出なきゃ来るわけないだろう。言葉が乱暴ですよ、黒無常。お願いする立場なのをお忘れですか？失礼しましたね、生命殿。我々はその可能性が高いと見ています。この近くを流れる川に壊れたままの橋があるのはご存知ですよね。壊れた橋か。もしやあの結界のある場所か？結界？以前に生じたという陰界の裂け目を封じる結界らしい。はい、確か昔に帝直々のご命令で鴨家の者が張ったものだと存じています。どうやらその結界の力が急激に弱まり始めたようなのです。このままでは結界は完全に消滅し、陰界の住人たる凶悪な鬼がやってくることになるでしょう。そうなってしまえば我々冥界の者としても困ったことになります。ちょうどいいじゃねえか、その時は旅にでも出ようぜ。なあ弟よ。なるほど、結界が完全に消滅する前に原因を調べてほしいというわけか。いいだろう、引き受けよう。確かに結界の弱体化は気になる。おう、恩に着るぜ。よろしくお願いしますよ。では生命様、その橋とやらへ行ってみましょうか。好，この道を包み込むまがまがしい陰の気はどうやら事態は深刻なようだな。例の橋はすぐそこですよね。早く行ってみましょう。あれ、なんかポツポツと降ってきましたね。カグラ、傘を。白狼我愛你。わ、え、なんですか、急に力が入らなく。琥珀。どうやらただの雨ではないようだ。お、お、お、お。小白不行了。琥珀はもう動けません。キュー。浴びた者の気を吸い取る呪術のようだな。どうやら橋へは行かせたくないようだ。それに先ほどから何者かの視線を感じる。先へ進む前にこの辺りを少し調べてみるか。生命、さっきから何か聞こえない？こうゲコゲコゲコってカエルの鳴き声みたいな。カエルの鳴き声か。お、生命様、今までの声になりました。琥珀はここまでのようです。呪いの雨とはいえ一瞬しか浴びてはいない。すぐに動けるようになるはずだ。太夸張了。おお、本当ですね、もう元気はつらつです。よかった。やっぱり雨に濡れるのってよくないですね。気をつけましょう。そうだ、傘をさして橋まで行くのはどうですか？これならまた雨が降っても大丈夫です。でも
この傘だと3人は入れないかも。いいアイディアだと思ったんですが。哎，小白不是人。はい、这是你。貴様は阿部の生命。ここであったら100年目にゃ。覚悟するにゃ。又是你。力を行使せよ。救急如立よ。欸，点击此处进行观战的四层配置，什么意思啊？哦，是可以吸经验吗？欸，他变好大一只哦。Nice。 哦，观战可以让他们提升经验，原来如此。什么服役？诅咒的雨。もうね、またやられたにゃ。あの雨に濡れてからなんだか体に力が入らないんだにゃ。くそ。覚えてるだにゃ。何闹的？ゲロ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 。わしは時期がいるゲロ。お前たち橋の方へ行くつもりかゲロ。住在瓷器上的青蛙妖怪，赌了这是他唯一的生存意义，可却从不曾看到，从不奢望能用赌来赢回一切，一直默默地注视着鱼女。はい、そうなん。無駄だゲロ。今あの橋に近づこうとしても呪いの雨に阻まれるゲロよ。呪いの雨？そうだゲロ。橋に近づいた者の気を奪う恐ろしい雨だゲロ。もっともわしならその雨を何とかできるゲロ。なんなら手を貸してやってもいいゲロよ。だが手が欲しいなら条件が必要だゲロ。何が望みだ？金か？それとも名誉か？わしはこう見えて喫水の賭博師ゲロよ。安全にことを運ぼうなんてまっぴらごめんゲロ。というわけでわしと勝負するゲロ。は？いきなり何を言い出すんですか？お前たちが勝てば何でも言うことを聞いてやるゲロ。反対にわしが勝てばお前たちは今日からわしの召使い。好像很不划算ね。人の話を聞いてください。だから言ってるゲロ。わしは賭け事でしか動かんゲロ。わしの見立てによると、わしとお前らの実力はちょうど五分と五分。いい賭けになると思わんか？わかった。その賭け、受けるとしよう。無奈で接受。生命様、よろしいんですか？他の手段がないのであれば、仕方あるまい。ただし、時期が得るよ。こちらは全力で挑ませてもらうぞ。望むところゲロ。正々堂々勝負だゲロ。本当はわしの方が倍近く強いゲロ。召使いもらったゲロ。え？今何か言いましたか？まあ何も言ってないゲロ。そんなことより勝負だゲロ。他刚刚说什么？我刚没有仔细看。刚才晃神。哎，所以还是打架。さあ、私と共に戦ってくれ。初老仙。私も守りたいもんがあるからね。さっき万戦。原来这一只好像没什么用。就吸血而已。私が守りたいもんがあるからね。血蛮厚的。から私らを守ってくれるんだ。いないいない。
我等下换只诅咒的鱼。ゲロゲロゲロ。実力白昼ということでしたが、あまり苦戦はしませんでしたね。こちらの方が1枚も2枚も上回っていた。見立ては誤ったようだな。時期がえるよ。今日は水かきの調子が悪かったゲロ。だからこれくらいで勘弁してやるゲロ。しかし、この強さならなんとかなるかもしれないゲロな。さあ、賭けに勝ったんですから、約束は守ってもらえますよ。ま、待つだゲロ。条件は一つとは言ってないゲロ。ずるい。確かにそうだな。それで、二つ目の条件というのは何だ？話が分かって助かるゲロ。やっぱりあなたたちにお願いしたいゲロ。二つ目はもっと簡単なことゲロ。橋のたもとあたりに一人の妖怪がいるはず。その妖怪を殺めたりせず、ここまで連れてきてほしいということゲロ。どういうことですか？理由は連れてきたら必ず話すゲロ。お前ほどの陰陽師なら倒さずに力を奪うことができるはずだゲロ。約束はしかねるがな。確かに。その鬼が結界が弱体化している原因かもしれないですし。それは困るゲロ。もし彼女を傷つけるようなことになれば、わしの計画が。彼女？計画？ゲロ。とにかくわしは賭博士だ。お前にかけることにしたゲロよ。お前ならばきっとあの人を何とかしてくれると。それほどの男だと。事情はわからないけど、生命は困ってるものを見捨てたりしない。それだけは間違いないから。ありがとうゲロ。よし、行くゲロよ。ふん。暗いゲロ。わあ、容器の傘ですね。これがあればあの雨の呪術をしのげそう。その通り。しかし長くは持たないゲロ。消えないうちに早く行くゲロ。承知した。また後でな。頼んだゲロよ。時期ガエルの術は消えたけど、雨を防ぐことはできたね。あとはあれの言っていたものを見つけるだけだ。その鬼と結界の弱体化、つながりがあると思う？わからないが、会ってみればはっきりするだろう。あ、生命、見て。どうやらあのもののようだな。行ってみるとしよう。もし、そこの夫人。触らないで。誰にも邪魔はさせない。自从她与丈夫约定之后，她就日复一日地等在断桥边，一直等到她已经变成了妖怪，可是她的丈夫却还未归来。哦，女性杀手，喷水了。难过。やってくれたわね。覚悟しなさい。莫名其妙要打架。好，我要换只。目覚めよ。時は来た。换哪一只呢？换这只好了。然后嘞 ？OK， 就这样。我看，好像有点痛哎。啊，你打独角哎，你这很贱哎。
为什么他身上有一个图案？哦，赢了赢了，吓我一跳，我还会输哎。金，得到怎么了？金币，刚刚是金币。与你过不去。この海が結界の力を弱めていたのかな。無限にはしない。事情があるなら話してみるといい。你打我！ごめんなさい。ごめんなさい。あなた。泣き出しちゃった。さて。行かせるんじゃなかった。あの時海に行かせなければこんなことにはならなかった。無理に。怎么感觉这个故事好像哪里听过？就是有个妇人等她老公不知道去哪里，然后就一去不回了。就是中二，哭哭。一時封印するだけだ。落ち着かせないと話を聞くこともできない。被吸进去了。戻るとしよう。約束だからな。え？お、生命、戻ってきたか。よかった。様子を見に来たのですが、ここから先へ進めなくて困っていたのです。どうだったゲロ？彼女には会えたゲロか。ああ、話が通じなかったからな。おとなしくしてもらったが。おとなしく、まさかゲロ。心配しないで。少しの間。生命様の力で封印しただけです。こちらの会話もちゃんと聞こえていますよ。そうか。驚かすなゲロ。しかしそうなると、でどうなんだ、肝心要の結界の方は。生命様が封印した鬼が結界の力を弱めていたとすれば、もう大丈夫なはずですよね。そうだな。しかし、なんてことです。陰の気の力がますます強まってるようだ。つまり結界の力を弱めていたのはあの鬼ではないということか。やはりこうなってしまったゲロか。何か知っているの？いる。やはりか。ならば原因を取り除くためにも話してもらうぞ。わかったゲロ。彼女の名は雨女というゲロ。雨女は確かに術を使ってここを通る妖怪や人間の精気を吸い取っていたゲロ。でもそれは結界の力を弱めるためではなかったゲロ。むしろ逆ゲロ。逆ってことは陰界の裂け目が広がるのを抑えていたってことですか？そうだゲロ。なるほど。だから雨女さんを封印したことで結界の力がますます弱まってしまったわけですか。しかし下せんな。その雨女って鬼はなぜそうまでして結界を守っていたのだ？それは彼女には、雨女には生前に添い遂げた人がいたゲロ。つまり旦那さんということですか？生前の雨女が病気がちだったので二人の生活はとても貧しかったゲロ。しかし夫は雨女を見捨てることはせず、危険が大きい宴会への漁業で何とか生活を支えていた。その日も夫はいつものように遠い海へ出かけようとした。雨女もまたいつものように橋の上でそれを見送ったそうゲロ。見るがいいゲロ。そこに生前の彼女の強い思念が残ってるゲロ。思念？お？お？え？これは人の強い思いが残されたもの。あの人もともとは人間だったのね。教えて、あなたに何があったのか。被封印了吗？所以是常有的影像。哦，遗憾呢。言ってしまった。私が止めるのを振り切って。あの人は。でも大丈夫。きっと大丈夫。あの人は運のいい人だもの。きっと帰ってくる。ちゃんと出迎えてあげなくちゃ。
ご飯を作って、お風呂を沸かして、それから、ちゃんと話さなくちゃ。お腹の赤ちゃんのこと。けれど、雨女の待つ家に夫が帰ってくることは永遠になかったけど、その船の同乗者で、九死に一生を得た者が後に語ったそうけど、その日、夫の乗る船は突然の大嵐に遭い転覆。彼は船と共に海の藻くずと消えてしまったと。そうだったの。雨女さんはずっとあの橋の上で待っているのですか？帰るはずのない旦那さんのことを。この身が朽ち、鬼となっても。そうなっちまったら、もはや俺たちでは冥界に送り届けることもできない。そのままならば彼女は未来永劫あの場所でただ夫の帰りを待ち続けるはずだったけど。だが何かの作用によってあの場所に陰界の裂け目ができてしまった。橋を守らないとあの人が帰ってくるこの場所を。雨女はそれが広がるのを止めようとしていたのね。そういうことだったんですか。悪い鬼じゃなかったんですね、雨女さんって。そろそろ落ち着いている頃だろう。出してやるとするか。哦，原来如此。了解，姐姐真伟大。気をつけてください、清明様。彼女はまだ錯乱しているかもしれません。また襲ってくることだって。いえ、大丈夫です。お話はすべて聞こえていました。この度はご迷惑をおかけしました。落ち着いてくれたのね。よかった。すまなかったな。あの時はひとまず封印するしかなかった。わかっています。おかげで正気に戻れました。本当は心のどこかで気づいていたのです。这样都得恢复理智了。どういうこと？秦明大人讲一句，讲几句话，你就恢复理智了。不愧是女性杀手。予感がしていたんです。あの日の夜、大嵐が来る予感が、今思えば、それは私の秘めた力の一端だったように思えます。でも当時の私は半信半疑だった。あの時もっと強く引き止めていれば、全てを話していれば、あんなことには。そうだったんですか。旦那さんに謝りたいという強い気持ちがあなたを鬼にまでしてしまったんですね。本当に申し訳ありませんでした。私は私欲のために罪のない人々を犠牲にしてしまったのです。いや、お前が裂け目が広がるのを抑えなければ、封印は完全に解かれていたかもしれない。結果的にではあるが、お前がいてくれたおかげで助かった部分もある。それに犠牲といっても、ものすごく疲れるくらいのことみたいですし。ありがとうございます。結界の修復はこのまま私がやろう。もう心配することはない。もう行って、あなたを待っている人がいるから。はい、でも誰ですか？青蛙哥要等你。清明様、本当にありがとうございました。どうしてあれほど取り乱していたのか、自分でもよくわからないのです。わからない？はい、突然陰界の裂け目が発する力が強くなり、対抗しようとしたのですが、無我夢中で。その後は怎么可能？所以是那个裂缝的关系导致鱼女混乱。清明様がいらっしゃらなければどうなっていたことか。マルク王様ってほっとしたけど。ジキガエルさんがいろいろ助けてくれたおかげです。ありがとうございます。でも不思議ですね。どうしてジキガエルさんはあんなに雨女さんのことを知ってたんですか？ギギュン。それに
さっき言ってた計画っていうのは？ゲロゲロ。そういえばそんなことも言ってましたね。一体何のことなんですか？大したことはないゲロ。賭場へ行く道すがら彼女を見かけると必ず勝てたゲロ。だから彼女がいないと困る。それだけゲロ。決してお前たちを使って彼女にいいところ見せようとしたわけじゃ。ああ、なるほど。おお。ジキガエルさんは雨女さんのことが。それ以上言うなゲロ。余計なお世話かもしれんが、一つさまよえる魂を見つけてきた。冥界に旅立つ少しの間でもよろしければですが。まさか。大丈夫。一言だけで構いません。あの人と話をさせてください。わかった。おい。老公娘出来了。出てこい。清明様。気になりますよね。哎呦，团圆！等了这么久，终于可以团圆了，开心！你怎么变成这样子？本当にお前なのか？はい。ずっと待っています。怎么变成僵尸了？どうしてもあなたに謝りたくて。謝らなければいけないのは俺の方だ。必ず帰ると約束していたのに、守ることができなかった。せめてあの世で添い遂げようと思ったのだが、まさかそんな姿になっていたとは。ごめんなさい、ごめんなさい。いいんだ。鬼になったとはいえ、お前がこの世にとどまっていることが俺には嬉しい。あの時のままの美しい姿でな。そんな。やはりお前は変わらないな。安心した。これで心置きなく冥界へ旅立てる。おい、ここまで連れてきてくれてありがとうよ。いえ、それが仕事ですので。そろそろ時間だ。行くとしよう。あなた、待ってください。もう少し、もう一言だけ。それはできません。未練がなくなった者は冥界へ旅立つ定めです。なあ、お前は本当に良い女だ。とびきりの美人だし、気立ても良い。料理は上手だし。だから、だから。じゃあ、うん？俺たちは感じ怪怪だ。感じ怪怪だ。ありがとうございました。生命殿。ああ、没事。ゲロ、雨女さんよ、わしはな、わしにはわかるゲロよ。あんたの夫が言いたかったことが、俺のことなんか忘れて幸せだ。わしがあんたに言いたかったことも、俺と同じ。管你屁事啊。不幸か不幸か、あんたは鬼になっちまった。この世にとどまることになっちまったゲロよ。だから。今を生きるゲロ。人間だった過去ではなく、鬼の今を。ありがとうございます。どこのどなたかは存じませんが、あなたのおかげで少しだけこの身が軽くなった気がいたします。そうかゲロ、それはよかったゲロ。開心や赌博了。落ち着いて考えてみます。これからどうするべきなのか。加入清明大人的。よかったら一緒に考えてやってもいいゲロよ。いいえ、一人で考えてみます。いつか心に降るこの雨が止むように。そうかゲロ。え、走掉了。我以为会加入我们。 OK。 これでやっと一件落着ですね。そのようゲロな。わしも安心して賭場に戻れるゲロ。待ってください。これでよかったんですか、ジキガエルさん。もちろんゲロ。わしの生きがいは賭け事ゲロ。それ以外はついでだゲロ。それにわしは大きく賭けない主義ゲロ。欲しいもの全部手に入れようなんて、そんな欲張りをしたら罰が当たるゲロよ。うんうん。
元気なかったみたいだけど。何、いろいろあるのさ、人も鬼も。しかし再封印はしたものの、結界が崩れた原因は分からずじまいか。よからぬことの前触れでなければいいのだがな。嗯，结束了吧 ？OK， 这集好像比较短。桃九等，玉林，阴阳术强化一次玉林，解开，点开卷轴选择阴阳术 ，OK。点开卷轴选择阴阳术，哦，这里这里，然后嘞。玉林哦，玉林是阴阳之玉石，万物之力的关键。对玉林进行强化，可大幅提升阴阳师的能力。哦，喂养哦哦，そうですね。怎么喂？哦 ，OK OK， 哦，这样。神龙啊，我要，我要，我要变强。我要许愿，我要长生不老。哎、欸、，OK OK， 好，那我们这集就到这边结束了。那喜欢频道欢迎到我频道，左下角按个红色方框的订阅，也欢迎到粉丝按赞，以追踪最新消息。谢谢大家，这集就收看喽，谢谢，拜拜。